おっと、小沢さん行きました。あのちょっと何胸がないけど太ってるとかちょっと悩みってるけど、はい、男性は基本的に太ってる方が好きよね。これは男と女全然分かり合えないと思う、うん、確かにね、ちょっとぽっちゃりぐらいが、ね、そう。それで胸がないこと悩んでるって言うけど、すごい可愛いのよ、うんうん、俺ね、いつもね、恋って円周率だと思ってんのよ、はい、割り切れないのよ。割り切れない。で、君胸のことで悩んでるじゃん、聞かせてよ、パイの事情。フルーフルーが出ました。すごい、バールさん、バールさん、ガンフィンガーがもううますぎる。これ出ました、アルさんから。これ出たらもう超うまい。もうヒップホップの現場であれ出したらもう全員これ出せてよ、パイの事情。すげえ、すごい。今しかも本当に生で来たやつですからね。そうです、そうです。